はい、くんぴーチャンネルのぴーちゃんです。今回ご紹介する商品はこちらです。はい、こちらはですね、けゆかさんで昨日購入してきたものになります。はい、で私が来月お誕生日ということで、くんちゃんに買ってもらったものになります。ではまず一つずつご紹介していきましょう。はい、じゃあまずこちらオリーブウッドのまな板になります。はい、こちら私がずっと憧れていたまな板になります。よく YouTube で皆さんお料理されるときオリーブウッド使われてる方拝見してまして、とっても憧れてました。これでまだ食材一度も切ってないんですけれども、これで料理をしたらテンションが上がると思っております。はい、二つ目がこちらです。ガラスのティーポットとダブルウォールグラスになります。ティーポットいくつか持ってるんですけれども、ガラスというところに惹かれて購入いたしました。あとこの丸いフォルム、これがとっても可愛いんです。ちょっと後でお茶入れてみたいと思います。はい、3番目はこちら三角コーナーになります。はい、ステンレス製の三角コーナー、これも今までずっと100均のプラスチック製の一人暮らし用の小さい三角コーナー使ってたんですけれども、やはり容量が足りないっていうところと、ステンレスだと清潔感があっていいかなと。でこちら網網になってるわけではなくて、こうパンチングされてるんですね、この穴が。なのでゴミが詰まったりすることも少ないと思いますし、とても洗いやすいというところでこちらを購入いたしました。はい、三角コーナー実際に設置してみました、先日ご紹介しましたこのタワーさんのスポンジ置きとちょっとぶつかるかなと心配してたんですけれども、まあ、ちょっとギリギリな感じですね。はい、でこの三角コーナー高さがそんなにないんですよね。なのでまあ大きいファミリー向けの大きさなんですけれども、それほど圧迫感がないですね。なのでこう洗っていてもこのあたりは使えますので、あとやっぱりステンレスにするとこうシンクの色と相まってちょっとシンプルな感じになっていいですよね。清潔感が湧きます。その前に使っていた三角コーナーがこちらですね。なんて物があるというか、なんか生活感というか出てしまうと思うんですけれども、ちょっとやっぱりスタイリッシュな感じになりますよね。ちょっと見た目もおしゃれというか。はいはい、こちらのまな板とっても硬くて丈夫というところがメリットと伺っています。ちょっと初めて使うのでどういう感じなのかあれなんですけど、一旦これちょっと洗ってみたんですね。私が知ってるあの木のまな板、その水を吸収してちょっと柔らかくなってというのとは印象が違くて、硬さはなんか変わらず、すごくサラサラ、わかりますかね、サラサラして、これはなんか食物を乗せても映えますね。あとは鍋置きみたいな形で使われる方もいらっしゃいますし、こちらはもうお皿としてディッシュとして食材を盛り付けて食卓に出すっていうのも素敵かなと思います。はい、では実際に切ってみたいと思います。
い、では紅茶を入れていきたいと思います。ちょうど2杯分取れる量が入ります。いただきます。うん、おいしい。グラスはこちらダブルウォールグラスになっております。こちらですとガラスが2層構造になっていますので熱を逃がしにくいという効果があります。見た目も可愛いですし、あと重さも軽いのでとっても使いやすいです。はい、今回はケユカさんで購入しました私のお気に入りのキッチングッズのご紹介でした。この動画いいと思った方はグッドボタンと、あとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。